こんなの抗議のメールなんかじゃダメでしょ。抗議の電話しなきゃ。どういうこと？誰がやったん？しかもね、 Gmail なんかで届いたから、 Gmail なんかでバカにして。あ、バカにしてさ、てかさ、囲碁将棋チャンネルってもう7時半じゃやってないの？なんだっけな、囲碁将棋チャンネルの電話は。もう今さ、電話したっていいよ。どういうこと？もういないんだよ。今この時間じゃいませんって。まあ確かにね。これしょうがないけどさ。まあこの時間じゃね。ね。大体さ、どういうこと990円やってどうやって見られないんですかって。今日引き落としになってんのに。問い合わせなんて甘いこと言っちゃダメですよ、これ。え、20時までやってんだって。もう今夜さっさとやんなきゃダメですよ。ですね、あの、私将棋配信を YouTube でやってるものなんですけども、そちらから著作権侵害でバンされたんですよ。どこがどう著作権侵害なのかっていうのがあるので、あのですね、日本将棋連盟と毎日新聞社、あれ日刊スポーツかな、の3社から著作権侵害と来てたんですね。だけど申請したのは囲碁将棋チャンネルなんですよ。どういうことなのかっていうのをちょっと、今これライブ中で今配信してるんですよ。そうです。まあなたの声はもちろん聞こえてないようにしていますけどね。納得いかないんで、どこがどう囲碁将棋チャンネルさんの著作権侵害をしたのかってことですよ。はいはいはい、はいはい。あ、喧嘩っぽいな、あなた。お名前聞きますよ。何と言うんですか、あなたお名前は。はいはいはい、言わないから大丈夫ですけど。はい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 、冗談じゃないっしょこれ。著作権侵害なんかしてないんだからさ。なんか森健さんは皆さん問い合わせしてくださいって、問い合わせなんか甘いんだよ、甘いんだよそんなの。ことなんすかね。誰ですって、いやいや、囲碁将棋チャンネルのなんとかって人あるけどね、いちいち言わない言わない、おかしくない？皆さん、そう、窓口の人、
ことなんじゃないでしょ。だって何もやってないもん、こっちは。ね、こうやってね、やってみんな将棋配信者がさ、弱気になってんじゃないの？ねえ。悪いことは悪い、正しいことは正しいって主張しないと、皆さん。これが私の将棋チャンネルじゃなくて、もう一つのチャンネルなんですよ。第一チャンネルなんですよ。これがね。で、第二チャンネルがラジオ体操。で、第三が将棋配信。はいはいはい。はいはい。はい。はいはいはい。で、どこが著作権になったんですか？それは民事で訴えればいいんであって、どこが著作権侵害で YouTube が来てるんですね。はい。どこが著作権侵害？私、異議申し立てをして、裁判に、そちらが裁判で訴訟しなかったら、それは通らないっていうんで、異議申し立てを私したんですけども、どこが著作権侵害に当たるかっていうのを教えていただきたいんですよ。だから民事でね、営業妨害とか何かっていうんだったら、私、訴えればいいんであって、YouTube に著作権侵害やって配信をね、私、収益チャンネルなんですよ。収益チャンネルでその収益を止めちゃったわけだから、どこが著作権侵害に当たるかっていうのを異議申し立てしたので、これは訴訟しないと、ダメだって YouTube 側が書いてあったんで、正式に私、名前でやりましたけど、教えてください。どこが著作権侵害に当たるのか。あと、日本と、囲碁将棋チャンネルさんから申請があったとは書いてないんですよ。毎日新聞さんからなんで、そしたら囲碁将棋チャンネルさんは人の名前を使って申請したんですか？普通は申請者とそれは同じ名前じゃないとダメなんですよ。わかります？だから、だったら囲碁将棋チャンネルさんから著作権侵害があったっていうならわかるんですよ。でも、来たのが毎日新聞社、将棋連盟、日刊スポーツって、この3社は著作権侵害してないって、だって囲碁将棋チャンネルさんからがなんでこの3社の名前使ってやってるんですか？それをだからもう分かる人とさ、今無理だったら明日でもいいですから、とにかく何の著作権侵害を私がしたんですか？あと本当になんかこの3社の名前使って言いながら囲碁将棋チャンネルさんっていうのはこの3社の名前を使って申請したんですか？そんなこと許されないでしょ、 YouTube で。だって私がね、著作権侵害やるときも戸籍上の名前って言われてるんですよ。戸籍上の名前って。だから囲碁将棋チャンネルさんがやったんだら、囲碁将棋チャンネルさんから申請があったっても来なきゃおかしいじゃないですか。こうやってね、著作権侵害の乱用が今 YouTube で問題になってて、私収益は飛んじゃったんですよ。あなたの方がそういう風にやったんで、それがあとね、スパチャとか何かあるんで広告収入が。それを途中で切られたんですよ。もう視聴者数結構いたのに。今だって今配信したからね、やったの。その損害をどういうふうにするかっても含めて、訴訟で決めなきゃっていうので異議申し立てしましたけど、今のあなたのお答えですと、どこも著作権の話してないですよね。これ YouTube に対して契約違反ですよ。あと、自分の名前出してないじゃないですか。しかもね、私に来たら Gmail ですよ、Gmail。誰が出したの？ Gmail って個人じゃないですか。個人の人間が何かやったんじゃないですか？ Gmail で。だって正式アカウントじゃないですもん。どうしてくれるんですか？バンされちゃって、その後のスパチャとか何かの文を。ねえ。まあ、いずれにしても、じゃあ、あなたに言ってもしょうがないですから、窓口の方なんで。ちょっとメモしていただきます？メモくらいだ、あ、これ録音撮ってるんだったらいいですね。はい。囲碁将棋チャンネルさんが申請したのになぜ囲碁将棋チャンネルの名前が出てこないのかってことと、どこが著作権侵害を私がしたのか。で、それで、チャンネルが、バンされたんで、その後の収益の分はどうやって保証してくれるのか。これをちょっと改めて、明日私の方からご連絡しますので、よろしく、もう8時ですもんね。あ、とりあえず、よくお願いいたしますよ。はい。だから著作権侵害はしてないのに著作権侵害したってことと、戸籍上の名前でやりなさいって YouTube なのに、全く別名で申請してる。はい、収益チャンネルをバンサしたから、残りの収益私吹っ飛んじゃいました。はい。ってことだけです。あと、著作権で何を囲碁将棋チャンネルさんしたのかっていうのも明確にしていただかないと。これは著作権侵害の乱用に当たるんでね。はい、今問題になってますから、何でもかんでも著作権侵害でバンサせるっていうので。
はい、あの異議申し立てしたから分かります、私の名前は。はい、じゃそういうことでまた明日電話しますんでよくお伝えください。はい、失礼します。これぐらい言わなきゃ、分かります皆さん、これぐらい言わなきゃダメだって。そうでしょ、関係ないもんそんなのは。だからね、私みたいな相手にね、気らつくそんなことやるからこうなるんだよ。そうでしょ、だから私はね、著作権侵害で申請しましたよ。でも何も言ってこないじゃん。なんで？私が正しいからよ。私が正しいからよ。ね、あんなことやってたら、私がこういうふうにね、やってたら、もうやたらに著作権侵害もできなくなりますよ。だって、止まったんだから、その後のスパチャだったりさ、あの広告収益吹っ飛んじゃったんだから。収益チャンネルがここが強いとこですよ、収益チャンネルが。え、何ですかね。いや結構強気な女の人でしたよ、名前も知っていますけど。うん、名前も知っていますけど結構強気でしたよ。いやいやいや、これぐらいやんなきゃダメでしょ。だって何も悪いことしてないんだもん。何も囲碁将棋チャンネルさんに対してね、YouTube で悪いことしてないんですから。それがね、うん、規約違反だって言うんだったら、あの、民事で訴えればいいじゃないですか、私を。なんで YouTube のその著作権侵害を悪用するわけ？私は違いますから、私はね、本名とかさらされて身の危険があるんですよ。身の危険があるからやったんですから。だ森健さんもさ、これ見てるかどうかわかんないけどさ、弱いんですよ、あなたは。弱いんでしょ？だってもう収益チャンネルであれだけのさ、視聴者数がいるんだから、なんとかしろよって。何も返答できませんでしたよ。最初は強気でね、威勢よく言ってきたけど、私のあれを見たら、言ったら、だいたい G メールで誰が送ったの？これがね、あの7時過ぎからの私の第1チャンネルですよ。これが私の第1チャンネル。第2はね、明日の6時からやればラジオ体操チャンネル。で、第3が将棋チャンネル。だって著作権侵害してないんだからさ。もうちゃんと戸籍上の名前で異議申し立てしましたから、私は。だからね、ね、登録者数が1160、70で、ちょうどあの時はね、視聴者数が50、60だったんだよ。舐めてんのかってことじゃん。私はさ、そういう人間じゃないから。攻撃的な人間なんだからさ。またね、こんな私に対して脅迫するバカがいるんだよ、脅迫するバカが。私の息子まで調べて。まあ明日ね、またちょっと連絡させてもらえますか。ライブでやりますんで、ライブで。だって収益吹っ飛んじゃったんだもん。どうしてくれるの？だから収益チャンネルをね、やるにはね、覚悟がいるんですよ、覚悟が。私はちょこちょこには何もやってないから。ね、これだってワンペナついてるんでしょ？ワンペナついたってこういう風にやってライブできるし、スパチャも入ってるし。うん、それをちょこちょこは私に濡れ衣を着せたんですよ。私に濡れ衣を着せたんですよ。まあ、一旦これ切りますね。これは将棋チャンネルなんで、またちょっと、あれ、第1チャンネルにしますから、第1チャンネルにしますんで。